JWP 無差別級王座に初の外国人選手が挑戦。アメージングコングとヒューガー泉の対戦は過去に全女マットで 3WA 世界シングル王座をかけて対戦が予定されていたが、ヒューガの負傷により対戦は幻に終わっていた。その決着戦が JWP のマットで行われる。この試合は場外カウントなしの特別ルールで行われます。お下がりください、お下がりください、大変に危険です、お下がりください。場外の動きが聞こえますと大変に危険です。下がってください、選手には近づかないでください。お気をつけください、お気をつけください。19分26秒、勝者久田あずみ。日向の長期政権に終止符を打つのか、満を持して春山佳代子が挑戦。時代は動くのか、注目が集まる壮絶な一戦となった。悲願の無差別級王座初体感となった春山佳代子。防衛ロードはさまざまなタイプのレスラーを迎え撃っていく過酷なものとなった。業勝者針山佳代子。JWP マットを暴走ワールドに変え猛威を振るう堀田由美子が春山に挑戦。リングは無法地帯と化した。20分54秒勝者春山。かつて JWP に所属し、退団後はフリー選手として女子プロレス界で活躍している木村京子が古巣 JWP に禁断の再上陸。ハードコアファイトで春山を苦しめた。次期挑戦者決定リーグ戦オープンクラスチャレンジリーグを制覇し、挑戦者となったのは高橋七重。前女ネオのベルトを手中に収め、 JWP のベルトを獲得すればグランドスラム達成となる偉業を成し遂げることとなる。次期挑戦者決定トーナメントを制覇し、自らの髪をかけタイトル戦に挑む覚悟を見せた米山香織。無差別級王座初戴冠となるか。ベルトを取ったわけだし、 JWP 同士の戦いがこれになるとも思わない。素晴らしい試合はできてもお客さんを呼べなければ意味がない。私はこのベルトを別の団体にいっぱい持ってって防衛戦をする。米山革命の宣言通り、他団体選手との防衛ロードを歩んでいく米山。初防衛戦の相手はネオのタニーマウス。米桜としてタッグパートナーでもあるさくらえみとの防衛戦。さくらの提案により敗者紙切りマッチとして行われることとなったタイトル戦はマット界の注目を集めることになる。11分33秒、両者リングアウトです。2010年大晦日にネオの解散、田村よし子の引退を控える中行われた JWP 年末のビッグマッチ。4年前に日向と田村で行われた三冠統一戦が米山と田村の間で再び行われることとなった。残り10秒。ただいまの試合30分時間切れドローでございます。米山は3月に大阪女子プロレスの下野佐和子の挑戦を退け、10度目の防衛に成功し、最多防衛記録の新記録を樹立。そして同期でライバルであるレオンの挑戦を受けることとなり、レオンの保持するハイスピード王座もかけられる2冠戦となった。 139파운드 나카모리 하나코. J1 グランプリ2011決勝に駒を進めたのはレオンとヘイリー・ヘイトレッド。この試合、両者の保持する王座がかけられトリプル選手権となった。ヘイリーのパワーが爆発する。Hey! 初の外国人無差別級王者となったヘイリーに米山が挑戦。パワーとスピードの交差する熱戦となった。勝者ヘイ・ヘイトレッド。司法奪回に向けヘイリーに2度目の挑戦となる倉垣は再び副市長はやぶさに指導を求めファルコンアローを習得。負けられないタイトル戦に挑んだ。172パウンド倉垣翼。赤コーナー第17代 JWP 認定無差別級選手権保持者117パウンドヘイドレットデビーテッシースゴー。収めてください。危険です。選手の前を広く上げてください。10分経過、10ミニッツパス。第18代 JWP 認定無差別級チャンピオンとなりました倉垣翼選手です。今一度大きな拍手をお願いします。ベルト取ったぞー JWP 認定無差別級のチャンピオンはこの倉垣翼だー。いくぞー、ファイヤー。2012年で JWP 女子プロレスは旗揚げ20周年を迎える。現在女子プロレス界の最古の歴史を誇る JWP 認定無差別級王座。この王座をめぐり激闘が幾多にも繰り広げられ、女王の系譜は受け継がれていく。